イタリア領英華海諸島は英華海東南の十二島のイタリアによる支配を受けていた時代の名称。1912年から1943年にかけてイタリア王国1943年から1945年までイタリア社会共和国が領有した。なお、1912年から1923年の間は正式に領有していたわけではないため、 イタリア占領下の英外海諸島と呼ばれる。1912年の井戸戦争で、ドデカネス諸島はイタリアに占領された。戦争終結後、イタリアはオスマン帝国に諸島を返還するはずだったが、講和条約の条文が曖昧だったこともあり、イタリアによる仮統治が続いた。1923年のローザンヌ条約第15条で、トルコはドデカネス諸島の領有主張をすべて放棄し、 ここに、イタリアが諸島を正式に領有することになった。仮統治時代の諸島は、ロードス・ドデカネスと呼ばれ、軍人が総督となっていた。1920年8月7日以降は、ドデカネス副王領となった。第一次世界大戦が終わるまでに、イタリアは、ベニゼロス・ティットーニ協定とセーブル条約の2回に渡り、イタリアは、ロードス島を除く諸島をギリシャに割上することを、 略していた。譲渡に備え、この時期の諸島には広範な自治権が与えられていた。しかし、ギリシャが起土戦争で敗北を喫したことで、この領土割動計画は潰れた。カステロリゾ島は1915年から一時的にフランスが占領していたが、1921年にイタリアの統治下に入った。1923年、ドデカネス諸島は正式に イタリア王国に並行され、イタリア領英外海諸島が成立した。イタリアは戦略的な重要性と将来の帝国建設構想の布石として英外海諸島を重視していた。レロス島やパトモス島はイタリア王国海軍の基地となった。1923年以降、諸島の総督は軍人から文民に移行した。 リベラルな外交官から初代総督に就任したマリオ・ラーゴは、イタリア人やギリシャ人、トルコ人、ユダヤ人などが入り混じる複雑な民族社会の融和に取り組み、穏健な諸島民の統合を進めた。ラーゴは入植イタリア人に自治権を与え、地元のギリシャ人との結婚を奨励した。1929年、ピサ大学でドデカネス諸島民の学生への奨学金普及額が、 引き上げられた。これも学生たちが祈祷後にイタリア語やイタリア文化を諸島の中産階級に広めることを期待しての方策だった。ラーゴは唯一宗教については強行策を取った。彼はドデカネス島民の自主的な教会を立てさせることでギリシャ性教会の権威を弱めようとしたが失敗した。イタリア本土でファシズムが台頭すると 島の若者にもバリッラ・ダンなどのファシストグループが浸透するようになり、イタリア当局の名の下で諸島のイタリア化が推し進められるようになった。法的には、イタリア領英外海諸島は植民地と本土の中間に位置していた。そのため、島民は完全な市民権を得られず、また、イタリア軍に徴兵されることもなかった。1936年にラーゴの公認として、 総督となったチェーザレマリーアでベッキは、顔面なファシストであり、彼の下で、イタリア人化政策は、急進的になっていった。教育や、公共の場ではイタリア語の使用が強制され、ギリシャ語は、学校では、選択科目の一つに落とされた。1937年には、ファシストのシステムによるコムーネの長の直接選挙が行われた。1938年、 イタリア民族法が諸島に導入されるとともに諸島の方がイタリア本土の法と同格になった。エーゲ海諸島にイタリア人を入植させる試みが行われたが、あまり成功しなかった。1936年にドデカネス諸島に居住していたイタリア人は16,711人で、そのほとんどがロドストかレロス島にいた。 ロードス島やコス島のイタリア人は農業に従事して新たな農場を開いていった。一方、レロス島のイタリア人は新たに築かれた近代都市ポルトラー語の軍に雇用された。ムッソリーニはエーゲ諸島をイタリア植民地のショーケースにしようと考え、数々の大規模な公共事業を実施した。道路やファシスト建築に基づいた建築、水道が整備された。その際、 ギリシャ人労働者に強制労働させる場合もあった。現在でもドデカネス諸島では多くのイタリア建築を目にすることができる。また諸島では史上初めて大規模な調査が実施され、ロドス島やコス島での観光事業が活発になった。しかし、より小さな島々は政府から無視され開発が進まなかった。ムッソリーにはドデカネス諸島が ローマ帝国の重要な領土であったことから、ロドス島などは単に祖先の故郷に戻ってきただけだと主張した。イタリアによる諸島の領有権主張を強化するため、1930年代以降、諸島で古代ローマの遺物を発掘するための大規模な調査が行われた。第二次世界大戦中のギリシャの戦い以降、イタリアはヒクラデス諸島やスポラデスを イタリア領英外海諸島に組み込もうとしたが、ドイツが海外国家ギリシャ国の領土削減に難色を示した。しかしすでにキクラデス諸島を占領していたイタリアは、ドイツの反対にもかかわらず併合を強行した。1943年9月にイタリアが降伏した後、ドイツ軍とイギリスイタリア軍の間でドデカネス諸島戦役が勃発した。この戦いは、 ドイツ軍の勝利に終わり、1944年のギリシャ本土陥落の後も、そして1945年の終戦に至るまで、名目上はイタリアに主権があるとされていたが、ドイツ軍政下にあった。戦後、ドデカネス諸島は一時的にイギリスの占領下に入った。1947年のパリにおける連合国とイタリアの平和条約で、諸島は正式にギリシャに割上された。 1936年の統計、ありがとうございます。